高村に小僧を預けてみるか。ええ、ちょっと無茶じゃないですか。高村君の試合前の練習メニューは殺人的ですよ。今の小僧にはそれぐらいのショックがちょうどいいかもしれん。 高村さん、これから1週間、お前は高村と一緒に練習するんや。さっさとついていけ。え、どういう、それに僕今戻ったばっかりで詰め込むような。さっさと行け。はい、なんなんだ高村さん。じじいから話は聞いてる。 今日から一緒だってな。はい、お前ジジイになんかやったのか。えらく機嫌悪かったぞ。いえ、心当たりないんですけど。うん、そうか。まあいいか、行くぞ。あ、はい。よし、これくらいならついていける。あっ、走り込みなら会長と随分やったから ちょっと自信あるぞ。来週の試合どうですか。バカ野郎、勝つに決まってんだろ。そうですよね、僕絶対応援に行きますから。おう、一体いつまで走るんだ。 実を言うと、相手もここまで全部 KO 勝ちしてるんだけどよ。ああ、俺様のパンチにかかっちゃ1ラウンドももちはしねえよ。しょうがねえな。やっと止まった。 サンドバッグ越しに腹に来る。信じられない、これが減量中で腹ペコの人の練習量か。 止まった。おい、走るぞ。え、きつい、きつすぎる。レベルが違いすぎる。このままじゃ高村さんの調整の 邪魔になっちゃうよ。会長はどうして僕なんかをこの人につけたんだろう。え、どうした、もうへばっちまったのか。やっぱりすごいな高村さん。誰に言われるでもなくこんなハードな練習を黙々と続けられるなんて。なんだよ、気の抜けるようなこと言いやがって。てめえは誰かに尻叩かれねえと動けねえってのか。いえ、そういうわけじゃないけど。 けどなんだよ。なんか最近宮田君来ないからちょっと寂しいなって。お前、うちのジムに友達探しに来てんのかよ。え、ボクサーになるんじゃなかったのかよ。ふん、そんなこっちゃ慣れっこねえ。プロの世界はそんな甘かねえぞ。